18世紀末ドイツの鑑賞忍者を描いた絵画庭園忍者、または鑑賞忍者は、主に18世紀の富裕層の辞書に作られた世や等岩や月山に住まわされた忍者を言う。そのような忍者はドルイド像のような服装で庭園に置物のように据え置かれ、そこで食事などの世話をされ、助言を求められたり余興として眺められることもあった。 レスター大学のゴードン・キャンベル教授は、パオラの聖フランチェスコが、この流行の始まりの一端だったと示唆する。フランチェスコは15世紀初期、彼の父の辞書にある洞窟で隠者として生活した。後に彼は、フランスオシャルル8世に、復讐のとも、助言者として仕えた。その後、フランス中の公爵や、貴族の辞書では、敬虔な隠者が住み込める。 小さな礼拝堂などの建物が作られた。キャンベル教授によると、よく知られた忍者の住居がある。最初の辞書は、16世紀に、数奇教シャルル一世イ,イドブルボンにより改築された、外四城であるという。庭園忍者は18世紀から19世紀初期に、イギリスの貴族階級からもてはやされた。当時の記録から、ウェルド一族が、同セットのラルワースエステートに建てたように、 鑑賞忍者を住まわせたことがわかる。ペーンズヒル公園とホークストーン公園を鑑賞忍者を雇っていたと言われる。この流行は1830年代まで続き、辞書の景観設計の考え方が変化するにつれ、下火になった。18世紀や19世紀においても、庭園忍者は目新しく、風変わりなものであった。岩屋は18世紀に、瞑想や休息、 内政のために引きこもる場所として人気が出た。産業革命によって生産活動に重点が移り、庭園での瞑想は贅沢な時間の使い方であるという見方もあった。収入の増加と結びついた個人の自由な時間の不足、庭園における自然のままの景観設計の人気や新古典主義文化の流星によって目新しい招待客としての庭園院者という、 考え方が注目される環境が整った。初期の事例では、忍者の存在は、具体的に表すというより、簡単に表したりほのめかす程度であった。例えば、塔や岩屋の外に、小さな机や椅子、読書用メガネや古典が置かれ、忍者が生活する場所であることが示された。後に、そのようなほのめかしは、現実の忍者に置き換えられた。小さな建造物に住み、 他の庭園装飾品と同じような役割を果たすためだけに雇われた男性たちである。隠者たちは時折、招待客のために時間を空けるよう求められ、問いに答えたり、助言を与えたりした。ある場合では、隠者たちは来訪者と医師の疎通を図らず、終始舞台劇や生のジオラマのように振る舞った。隠者は、住み込みでの奉仕に対する見返りとして、部屋とまかないに加えて、 報給を大抵受け取った。ABCDF e キャンベルゴードンザ・ハーミット・イン・ザ・ガーデンフロム・インペリアル ローマ2オーナメンタルノーム、オックスフォードユニバーシティプレス、ISBN 9長7801億9969万6994、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、id イコールアブ 1x レームカ 49c、ハットエビーマレー、ジョン、ハンドブックフォートラベラーズインウィルトシャー、ドーセッチャーサマセットシャー、 ジョンマレー、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、books. id イコールはよこっちハット abc ロビンレーン、フォックス、ホワイト、ahermit can be the perfect garden ornament.financial times,https, www.feet.com コンテント 66AI9bit C-8999 から 11E3 から8829から0 0 1 4 4フィブなので、ありがとうございます。